犬を愛する皆さん、こんにちは。私は栗内義理です。今日は強力な守護者と大きな心のペットについてお話しします。犬侍、とも呼ばれる土佐犬の歴史は、日本の古代にまで遡ります。戦闘犬及び番犬として作られましたが、現在は愛玩犬として使用されています。土佐犬の最も驚くべき特徴の一つは、その信じられないほどの大きさと強さです。これらの犬の体重は最大 100kg、体高は体高で 70cm を超えることもあります。彼らは比類のない力を持つ真の巨人です。しかし、土佐犬はその堂々たる外見を超えて、忠実で忠実な仲間です。彼は家族に対する無条件の愛で知られており、保護的で愛情深い犬です。愛する人に対する彼らの忠誠心は、戦場での決意と同じくらい強いです。犬種の特性上、経験豊富な飼い主のみに推奨されており、幼い頃から社会化して教育することが重要です。このビデオが気に入った場合は、いいね、とチャンネル登録を忘れないでください。